どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。まあ動画投稿してるとありがたいことにね、コメントを書いてくれる方もいて、その中でね、このゲーム面白いですよって言ってくれる方もいるんですよ。今日はですね、そんなコメントでいただいた面白そうなゲーム、モンスターマスターズというポケモンの完全にパクってる感じのゲームやっていきたいと思います。その前にみんなチャンネル登録と高評価もよろしくということでやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。なんか左に大木戸博士の娘の孫の果てみたいなやついるね。Welcome to Monster Master モンスターマスターズの世界へようこそみたいな感じやね。最初のモンスターを選んでねって言われてんね。お、アギル。これ英語なんかな、日本語もあるっぽいけど多分これ最初だけ英語なんかな。ドララ、アギル、ボルキューブちょ、かっこいいな。何にしようかな。いや、でも俺ね、水タイプ好きなんよね。いや、火タイプもかっこよさそうやけど、俺ちょっとね、水タイプ好きなんで、水タイプでいきます。ドララで大丈夫ですか？水系のモンスターですよって言われてんね。ということで、俺は大丈夫です。グッドチョイス。いい選択をしたわね。アナータって言って、バナータって言ってんね。新しいモンスターを戦いで試してみましょうって言ってんね。よし、じゃあ、戦いに。いざ、ユカン。マサラタウン的なポジションかな、最初は。お、なんだ？音楽を、おお、おしっかりポケモン、しっかりポケモンやん。あ、ファイト、チャージ1でチャージして攻撃していくと。あ、なるほどなるほど、なんかコマンドバトルって感じか。あ、なるほどなるほど、こういうのタワーディフェンス系っていうんだったっけ。タワーディフェンスでもこんな感じやんね。どん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 溜まっていってポイントが、そのポイント分の攻撃ができるって感じか。いいね。ということで勝ちました皆さん。バトルボックスとコインもゲッチュしていき、あなたのボックスがまあ開けるようになったと。オープンしてみましょうと。さあ何が入ってるんだ。なんか傷薬とかモンスターボール的な。え、あ、ここでアイテム出るんや。アイテムというかモンスターが出るんや。お、ジムもゲット。なんかモンスター ×5 でゲットしたね。モンスターがレディーアップ、レベルアップすることができますよということで、レベルアップしてもいいんですか。進化、進化か、進化はまだか。フリーズゲットしました。新しいニュースキル、いいねもう一回バトルしましょうと。いいね。ちょっとこれ日本語バージョンがないのか。普通に日本語あるっぽかったけどな。ちょっと楽しみやね。トレーニングバトル、いいね。大木戸博士の娘の果て戦っていきたいと思います。モンキー、あ、待って、可愛いんやけど相手のキャラ。新しいスキルはもっと強いよ、試してみようって言ってんね。でも3貯めないといけないんかな。ああ、いいね。あ、強い。ただこれ3溜まって使って、あ、左にやっぱりゲージがあるんだな。そのゲージが溜まってる間は攻撃できないと。溜まってから攻撃すると。 OKOKOK、 全てを理解しました。私、いや普通にさ、詰め攻撃の方が強くない？そんなことないか。普通に3でブリザードファイヤーエクスタシーファイヤー、よしあ、待って、普通にポケモンをなんか無料で遊べるアプリって感じがして、俺めちゃめちゃ楽しいかもしれんこれ。しかもなんか進化要素とかもあるっぽいから、いいねいいねいいね。あ、またボックス溜まったみたいなんで、ボックス開いていこう。オープン、いいね。またドララ来た。お、またドララの経験値が、お、卵、新しいポケモンじゃないわ。だってこれ。新しいポケモンゲットしたわ。もうポケモンでいいや。オープン。なんかゲットできる？なんか御三家の一人がいいな。あの、火のやつ可愛かったよな。御三家の一人のあの火のやつがいい。あ、ポッポかな？スカイロ。スカイロってやつが来ました。ポッポでよくない？でも。でもこいつもね、レベルアップできるみたいなんで、レベルアップしていこう。新しいスキルとかも、もしかしたら。あ、来た！新しいスキル来た。これなんだ？魔法のバブルであなたを、癒してくれますと。30、15秒間に32体力回復って書いてんね。いいね。みんな日本語に変えれたわ。ということで日本語でやっていきたいと思います。なんかニュース、ね、アップデ情報大事やからね。アップデは2月で終わってます。2ヶ月アップデなしか。結構微妙だな。ちょっともうちょっとアップデ多かったらな、嬉しかったけどな、このゲーム。どん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 新しいモンスターとかもね、追加してくれれば非常に嬉しいなと思うところでございますが、まあ無料ゲーなんでね、しっかり課金して応援してあげないというところですが、モンキー、フレイシア先生、新しいモンスターを試してみよう。このボタンを押すとあなたのチームが表示されます。OK。モンスターをドラッグするとバトルで使うことができる。こんな感じかな？おー。お？あー、OKOKOK。切り替えてく。敵が攻めてくるフライを使ってかわしましょう。かわせ。ひょっ！いいね。強い。これ、どんなやつか見れないのか、能力的なものには。
なるほど、飛んでる最中は当たんないって感じかな。よし、今飛びます。今飛んで逃げて回避。え、うますぎない俺。ちょっと引いてる自分で今。あ、ちょっと待って、それちょっと待とうか。いやー、まあ、ちょっと今のはタイミングがね、まあちょっと微妙でしたが、しっかりとモンキーを破壊。いいね。てかポケモンの名前は日本語にならないんやね。おいおい、自己紹介してなかったのかよ。おい、こいつ待って、日本語で初めて聞いてたけど、こいつ結構やんちゃなキャラな。私はフレイシア教授です。あなたの名前は何ですかちょ、怖いよ。私の名前はノーワンと言います。対戦よろしくお願いします。いいね、箱開けようか。じゃあすぐに。バトルに勝ち取った時受け取りました。まともな報酬は常に役に立ちますと。あなたが到達する全てのリーグで報酬が増加します。開く、オープン。なんかね、進化とかさせたいなと思うんやけどね。お、いいね、ドララ来た。ドララの6ゲット。お、ポッポ。あ、ポッポもしっかりとゲットしていく。卵、宝石、ゴールド、いいね。卵開こうか。新しいポケモンはね、いっぱいあるに越したことないですからね。なんなんだこの演出は。お、やだな、ちょっと俺やだこれ。ポイチュー、ちょっと気持ち悪いな。スカイロをしっかりレベルアップしていく。爪攻撃も覚えた。これさ、素早く空に飛んで向かって敵の位置に急降下する。飛行中に全ての敵の動きをかわせれる。やっぱりそうなんか。で、新しいスキルの爪は、あなたの爪で敵をスライスする。5ダメージ与えれるって感じか。いいね。この子はポイチューね。ポイチューは、毒殺する有毒な胞子。なんかダメージが怖いよね。書いてることが怖いよね。甘い匂いでとてもいい匂いがする。2秒間眠りに落ちる。眠ってる間は敵を動かすことはできない。なるほどね。なんかいろいろできそうだな。なんかロックリーみたいなやつ来たんやけど、みんな。なんなんだこいつ。これロックリーがちょっとバカにされた感じじゃない？これしっかりと食らって、ま、こいつ強いんやけど、12ダメ食らっとしてくる。これちょっと氷使ってもいいし、ヒールしようか、ちょっと。ヒール入れていって、回復どんどん入れてって、回復しながら、コール、フリーズダメージで与えていくと。いいね。お、いいね。あれや、ミラーやん。しっかりとこいつ倒して。いや、マジ回復強いわ。回復ってか相手も回復打ってきたんやけど。回復強い、回復強い。え、なんで今ダメージ食らってないのこいつ。嘘だろ、なんで今食らわなかった。これもしかして氷系って、あー、何、相殺とかされんのこのゲームって。これで入った、これでダメージ入った。あ、これで入ったか。オッケーオッケーオッケー、なるほどね。物理同士はそう、なんだ、魔法同士は相殺されちゃうみたいな。もし同じタイミングでやっちゃったら。そんなことがこの世の中でまかり通っていいというのかい。ここ破壊、よし、ダメージ普通に戦闘おもろいわ。よし、みんなもう一個卵来たみたいなんで開けていこう。あ、いいね。俺この子可愛いと思ってた。モンキー、こいつめちゃめちゃ好きかもしれん俺。スキルは、まあ、格闘系か。強力なヒット、重厚ダメージと、あー、しかも回復も持ってると自分で。めっちゃいいキャラじゃない。よし、対戦よろしくお願いします。シェルメット、なんか可愛いやつ来たね。よし、これで破壊していって。でも相手はレベル2か。まあでもこれ多分オーキド博士、まあ、フレイシア先生っていう名前らしいんですけど、フレイシア先生はねそんな強くないんで、多分トレーニング期間中やと思うんで、これがラストなんよね多分トレー。うわ、これちょっと待って、これ多分さっきのキノコのやつの進化後の世界じゃない。やばい、ちょっと待って、毒ダメきつい、毒ダメきつい。しっかりちょっとまた回復していこう。しっかりはやばい、ちょっと中断された。そんな攻撃もあると。しっかりバブルで回復しながらダメージを与えていき、いいね、いいよ。全然悪くない、全然悪くないよ。まだ全然戦えてる。やっぱこのキャラ強いよ。回復もついてるし攻撃も強いし、いいね。なんだ、モスコー来たね。なんか変なガーみたいなやつ。カーだな、どっちかっていうと。いや、これはね、フライなら一回避けちゃって、今避けてはないけど、食らってから攻撃。いいね、残り1体。はっ、こいつはあの可愛かった子、俺が欲しかった子や。しっかりちょっと一回ヒール挟んで、いいねいいねいいね。すごいポケモンバトルしてる感じがある俺はしっかり攻撃してって、いいよ。さあ、これで終わりだ。バルケイノファイナルブローストラッシュ。あれ、まだ生きてるのかこいつ。マジか、やばい、火の玉投げられる。一旦これで終わりか。よーし、いいね。よし、これでトレーニングバトルが全て終わったので、ここからがおそらく始まりなんじゃないかな。一旦これ開けようか。オッケーオッケー。
なんか新しいポケモン来てくれれば嬉しいよ。あーこの辺いらない。あモンキーも、あーいいね。やっぱポケモン、レインボーストーン、レインボーストーンとは。卵一回開けます。さあオープンザネクストジェネレーション。あこいつシェルメットか。ああさっきいたね。いいねいいね。おめでとうございます。これからあなたはトレーニングを終えたばかりです。これからはあなたのような本物のトレーナーと戦うことになります。準備はいいか。急にないよね。急に距離詰めてくるよね。これねリアルバトルらしいよね。本物のなんか人々と戦えるらしいよね。なんなんこれ。まあ、鼻くそほじくるなこいつ。鼻くそほじってくるこいつにしとこう。よしよし、真のマスタートレーナーね。オッケー。ちょっとじゃあこいつのレベリングも上げていきたいね。ポイチュー。よし、ポイ、なんかね進化もあるみたいから進化、あ待って進化できるこいつ100コインで。ちょっと待って、この子進化できない。あレベルアップまだなんや。こいつ進化していこうか。進化、さっきのあの二重キノコみたいになるんじゃないかな予想。あやっぱそうやんね。二重キノコポイポロに進化した。よし、じゃあ初めてのバトルやってみるか。ここからがね本当にちゃんとした敵と、だからオンラインで繋いでないと遊べないみたいな感じなんで、しっかりとは戦っていきたいなと思います。いいね、すごいでかい会場じゃない。でかいでかい。いいね。アギル、まちょっとまあ関係ないでしょ、タイプ相性とか。やっぱダッシュやばい。いや危ない危ない危ない、全然いける全然いけるわ。ちょっと待って、一旦ちょっと回復挟もうか。やばいやばいやばい、めっちゃ強いぞこいつ。 What?やばいやばい、ちょっと待って、ガチで人間やん。なんかやりに来てる俺を。は?きっしょ、待って、勝てる気がしない。勝てる気がしないんよ、それは。やばいやばい、ちょっと待って。タイプ相性あるだろ、これ絶対。ちょっと、まずいな、これ。フライして、よし、とりあえず撃破しといこう。あぶねえ。ちょっと待ってね、怖いね。よし、一回フライ。俺もフライしたかったが、ちょっと逃げられたか。これはね、格闘家ポケモンでいこう。うわやられちゃった、マジか。オッケーオッケー、じゃあこいつでポイズンパウダー作っといて。オッケー、ポイズンパウダー、ポイズンパウダー寝かせよう。寝さして、危ない危ない危ない、ポイズンパウダーフライ中断しといて、ポイズンパウダー、ポイズンパウダー、ちょっとやばいやばい、危ねえ、ポイズンパウダー強え。ガチで強いポイズンパウダー。ちょっと待って待って待って、一回こいつ寝させてくれ。一回寝てくれお前、一回寝てくれ、一回寝てくれ。オッケーオッケー、ポイズンパウダーいいね。ポイズンパウダーいいよ。ポイズンパウダーかなりいい。ちょっと待って、これね、おそらく、こいつに変えた方がいい。こいつに変えた方がいい。ちょっと、こいつに変えた方がいいって、危ない。危ない危ない危ない。で、これで、リジェネしながら、リジェネしながら行こう。リジェネしながら。よし、キック。あれ?こいつリジェネあったよな。よしよし、破壊した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 。毒はしゃあない、しゃあない。で、リジェネしながら、ちょっとちょっとちょっと、お前強くね?おれ!ちょっと待って、もうこれ、ゴリ押すしかない。ゴリ押すしかない。あべ!よし、ミスミスミス。相手の攻撃、これで避けれるわ。この全身攻撃で、いやあぶね。あぶね、ちょ、マジで強え、こいつ。ちょっと待って、これ、多分ガチだな。あぶね、やられちゃった。まあまあ、でもこれね、多分これ2、リジェネちょないってことに気づいてから。これで、しっかりとダメージを負わして、はいはい、眠らせて、攻撃中断させる。で、さらに攻撃。あ、いや、まあまあまあ、やられちゃったけど、まあいいいいいい。全然いい、全然。毒の攻撃食らってるから、これでストーンで、しっかり攻撃食らわしてって、やばすぎない?ちょっと。ちょっと待って、殻にこもる。殻にこもる。噛まれこもる。いいよ。全然いい。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。これストーンで。ちょっと!ちょ、ストーンが弱すぎる、こいつ。ガチで弱い。ちょっと待って、負けた。うざすぎる。おい、こいつマジ弱いぞ。お嘘だろ?いや、このシェルメットの攻略方法分かった。このストーンが見えたしら、こうやって動くんや。オッケーオッケーオッケー。これでこいつは倒せるわ。ストーンまた来た。ストーン見えたら、ほらほら、これで前に行って移動して逃げる。で、シェルされると、まあ普通に撃ってもいいけど、あ、ストーン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 来た。あー、よし、倒した倒した。よしよしよし、ちょっと待って。いけるぞ、これ。待って、しっかりリジェネも決めていきたいが、おれい。これで氷のダメージを与えていきながら、キックはまあ今今、キックはしゃあない。しゃあないが、ここで攻撃で、ちょっとリジェネも入れながら、ヒーリングバブル、いいね。悪くない悪くない悪くない、全然これ一発食らえる。よし、さらにこれで攻撃、いいよ、倒せた。全然いける全然いける、まだいけます。いやー、こいつ毒持ちか。毒持ちはきついよ。いやでも毒なら正直、いやでも回復があるから、俺はこいつに適正じゃないかな。俺は
で、さらにこいつ、うわーもうちょっと待って、眠らせんのマジやめて、本当に中段が一番うざいわ、中段。いや毒でどんどん俺を倒そうとしてるんだろう、許さない俺は、俺は許さない、そんなことは絶対に許されてはいけない、許されてはいけない。いやこれは耐える、耐えの時期です。ヒーリングバブル、ヒーリングバブルからの冷凍キャノンストライカーロスラッシュ、よし、さらに爪で攻撃、おらいいね、よし、みんな勝ったわ、なんか今回はあっさり勝てたね。よし、じゃあみんな卵をゲットしたので開けていこう、新しいポケモンもしっかりゲットしていかないとね。なんか強いキャラクター、お、これはロックリーだロックリーいるやん、ロックリー。よし、でポケモンたちのレベルも結構上げれるようになってきたので、どんどん上げていきたいなと思います。よし、レベル4になった。なんかカスタマイズってあるよね、何やこれ、スキン変えれんの、超可愛いやんこれ、9次元ドララ。あーこれ、あ、色も変えれたりするんや、へえ、レインボーストーンズを使ってモンスターの色を魔法で変えれる、へえ、いいね、スキンも変えれると。レインボーストーンズそのためにあったんだこれ。よしよし、まあとりあえずどんどんレベル上げていこう、もしかすると進化ができるかもしれない、ヘルス君が。あ、進化きた、きたよ、これ多分ねミニ竜みたいになるんじゃないかな、可愛いやつであってくれ、頼むから。おお。あ、まあまあまあ、なんかこんなキャラいなかった、昔のなんかアニメとかに。お、ポッポも進化します。さあポッポはまあピジョンっぽくなるんじゃないか、これはこのままピジョンやと思うけどな。ああ、すごい低空飛行中すごい飛んでる最中に激写されたみたいになってるやん。なんかね、このキャラクターのところにアストラルとか属性ポイントを触れるみたいな感じなんよね。多分これは水に振っておいた方が俺はいいんじゃないかな、知らんけど。そうだな、合計27あって、ウォーターに結構振りたいけど、710、次上げるのに10ポイントいるから3点あと余ってるから、アストラル別にいらないね、ノーマル上げとこうか、オッケー。まあでも1余ったからアストラル上げといて、そうやね、だってノーマルと水の技しか俺持ってないしね、オッケー。みんなシェルメットも進化できるっぽいぞ、シェルメットの進化後は全くちょっと想像つかないな、なんやろゴモラ、おおあ、いいね、ターカム、ターカムになった、かわいい、ターコーンかな。あー、よかった、このストーンとねシェルだけやったら弱かったから、一つ追加されたのなんてでかいわ。フューリーレベルごとに攻撃と速度が 10% 増加します。恐れを受け取ると怒りのレベルが上がる、怒りのレベルごとに8の体力を回復できる。ちょっとよくわからないっすね何言ってるのかちょっとわかんないっすけど、結構強くなったからこれでちょっとどんどん上げていこう。今ブロンズ1やからもうちょっと上まで行きたいね。さあ対戦よろしくお願いします。モンクから来たか、ここで攻撃していいね、うわ強くね相手、15、おりゃダメージ、これいいね。ちょっと待って、それ何、スーサイドダンスって何、ちょっと待って、スーサイドダンスってやばすぎそう、危ね、何スーサイドダンスって、自殺ダンスってことよ、意味分かってやってるそれ。ちょっと待って、いやこれねやばい、ちょっと待って、変えます、これ変えます、これちょっと変えさせて、ちょっとポケモン変えさせて、ありがとうありがとう、危ねえ、これツタの攻撃、ツタの攻撃でやつを封じ込めよう、知らんけどわからないが、ちょっとやっぱやば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 、よしよしよし、やばでもツタの攻撃だなこれ、やっぱ継続ダメージが多いんやこいつは、やばやば、ちょっと上に飛ばれるの嫌やけど、よしよし、ダメージ、毒ダメとツタのダメージ、毒ダメツタダメが同時に食らわせられていく、君はいいんじゃないか、よし、や強い、え、マジ強い、このキノコ、このキノコ超強いかもしれん、みんな。それは無理だ。これ避けれる系じゃないときついな。テイルウィンドウでまず攻撃します。なんだこれは。風が吹いただけか。風が吹いて、一回避けます。うまい。で、ストーンを避けていく。あー、ストーン避けられないか。シェルはいいとして、ストーンを避けたいから、ストーン来た。ストーン来たら避けてフライで攻撃。待って、完璧に俺、もうこのゲームの攻略 TV になれそう。あ、何このキャラクター。初めて見ましたけど僕、いや強え、ちょっと待って、風吹かしといて、強え、フライ、よし一回飛んだ、待って爪やばい、いやでも爪攻撃力低い、でかいでかい、で爪でいこう、爪いこう、うわくわ早いな、出が早い技持ってるよこいつ、おれよし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 、で DJN 入れたい、 DJN 入れたい、 DJN 入れたい、待ってそれ無理、うわめっちゃいい勝負してるこれ、よし気合いだ、エナジーボールってこう、
エナジーボール。あ、エナジーボールでもそんな強くないのこれ。エナジーボール。よし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 、攻撃食らわしといて。いいね。あ、やっぱりこいつ格闘がめっちゃ強いわ。勝った。よし、じゃあみんな、このモンクちゃん、進化できるみたいなんで見ていきたいと思います。頼むから可愛いやつだってくれ。これ可愛い、なんか妖怪ウォッチっぽくない？あーゴリワーになったわ。で、ゴリワーの次気になるな、じゃあ、こうなってきたら。そしてさらに、卵をゲットしたので、卵も開けていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。なんかかっこいいキャラ来ないかな？なんか育てたくなるような。うわぁ。かっこいいとは一番正反対にいるやつ来たわ。よし、じゃあみんな25匹倒すとビッグボックスってやつが開くみたいなんで、ちょっとこれ開けていきたいなと思います。これはかなり大きいんじゃないか。お、出た出た出た、ロックリーがかなり、お、12個ももらえるんや。あー、これいらゴールド、あー、そんなゲットできないな。もう一個の開けてみるか。こっちオープン。さあ、どん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 こいつらを集めていかないと、なかなかね、レベル上げとか進化もこれに決まってくるから、あー、あんまりだったな。けどこれのレベルアップができるのが結構でかいかもしれんね。こいつ強いからね、マジで。ロックリー進化できるみたいなんで、ロックリーの進化ちょっと見ていくか。さあ、どんな感じになるのやら。ど、おなぜお坊さんになるんだい君。みんなでも一応レディーバイト、このハエのやつなんかゲットできるわ。進化できるから一応ちょっと見ていくか。かっこよくはならんと思う。あー、やっぱりね。はいはい、もう分かりました。君にはでも期待しません、僕は。みんななんかショップでね、いろいろね、変えたりするんよ。こうやってスキンとかコインでこうキャラクターとかも変えたりするんですけど、このメガボックスっていうやつ買ったらめっちゃゲットできたね。ほら見て、もうこれ2レベルぐらい上げれるよ、この子も。どんどんじゃあ上げていこう。10レベルで多分最大進化までいける。お、メテオレイン、かっこよすぎや。ちょ待って、何メテオレイン。敵の位置に3つの流星の大雨を降らせる、強い。何これ、すべての10差流星わから。これ色変えるっていうやつやね。プログラムコードやねこれなんか出たわで、スタイルもなんかゲットしたよね。モンスターのヘルス 50% 以下になるとターボがかかる。どういうターボなのかわかんないけど、スタイルとかもあるみたいやね。こいつもじゃあどんどんレベル上げていこう。やばい、みんなこいつカブトムシみたいなやつ進化できるようになっちゃった。あれ、なんだこれ、裏側とか見れるんや。裏側いらねええー、こいつ進化させんの。俺他のやつ進化させたかったな。さあ何になる、うん、もうかっこよくも何もないよ君は。待って、みんなこの毒使いの子なんかスキルさ、めっちゃ強いけど、トリプルタワーは円を描いて踊る、幻覚剤で空気を満たす、取引で20ダメージを与え敵を混乱させる。ちょっと日本語が難しすぎるけど強そうじゃない、なんかこれ。しかもね、進化できるんよ。頼むぞ。かっこよくはならないと、いっぱいもっと入るんじゃない、キノコが頭から。おおあー、でもかわいいな。全然あり。そろそろじゃあバトっていくか。対戦よろしくお願いします。俺結構ねブロンズにしては強いと思うよ、間違いなく。おれい、いいね。あー、こいつキック切るけど、これで止めて相手の攻撃を。いいね、しっかりリジェネも決めていきながら。だって相手まだ2レベルとかやもんね。俺だって6レベルよ。俺待って、フローズンキャノン、メテオレイン使おうか。メテオレイン、メテオレイン、クソ外した。こいつ結構動くからな、動くタイプのやつにはちょっと効かないな。メテオレイン、メテオレインはその場、あ、こいつとかね、こいつとかメテオレイン結構効くんじゃない。うわー、なんか食らった。やばい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 。メテオレイン、いいね。これ多分メテオレイン1回発動すると、もうその都度自分のなんかその時間が溜まったら、左下の経過が溜まれば、あー、やっぱりそうやね、その場所にダメージ与えていくんや、どんどん。オッケーオッケー、強いよ強いよ、メテオレイン強いよいいっすね。しっかりとこいつはね、移動する系なんで、しっかりとこれで止めて攻撃していくと。いいね、これ、これはもうね、もう俺の勝ちは揺るぎないものになっていくかもしれない。俺いい、破壊モンキー。他のキャラクターで倒してやるか。じゃあ俺がモンキーの最上古感を見せてやろう。俺これでさらに後ろ姿がたくましい。俺俺俺、なんか詰め攻撃きたね。これでさらにダメージ量上げてって、おー、エナジーキャノン、うわっ、なんか火の玉で破壊されたわ。俺、いや俺マジ20ダメ出てんのこれ、強すぎない？しかもキックめっちゃ出早いし、つえ、つつつつえ、
で、これファイナルラッシュ使っていこう。おらなんだこのファイナルラッシュ、あまりにも強そうすぎる。なんだこれ、めっちゃ見づらい。おら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 ファイナルラッシュとかいうバケモン技強すぎるんやけど。よし、じゃあみんな卵をゲットしたので開けていきたいと思います。さあ、新しいキャラクターかっこいいやつ来い。おお、なんだゴーチャウ。ゴーチャウはちょっと可愛いかもしれんな。これ皆さん、さっきゲットしたこのゴーチャウ進化できるみたいなんで進化していきたいなと思います。さあどうなる。なんかなんだそうはならんと思って、ヒードランっぽくなったね。ヒードラだな、ね、これ多分。よし、じゃあみんな、俺ねブロンズ3まで来たね。最初ブロンズ1やってんけど2になって3まで登ってきました。対戦よろしくね。敵もねもう結構強く、あでこいつはね格闘系なんで攻撃をね結構中断できる、こういうやつで攻撃するのが大事やと思います。おれや撃破んで、あーキノコか。ちょキノコなら格闘タイプ、あちょっと待って、キノコなら格闘タイプいきたいな。ちょ切り替えていって、こいつね強いから置いときたいの俺。で攻撃していこう。よしよし、こいつで俺なるべく早く倒したいよねこいつ。あーほらスリープとかね、それ中断してくるんよね。小賢しいことしてくるんで結構。よしよし、攻撃して、おれもうちょい、あリーチはやばい。なんかツタ攻撃して、ほらこいつ継続ダメージめっちゃ入れてくるんよね。いやでもこいつ強いよ結構。あ俺の介護官だ、介護官が来てしまったが、しっかりとチャージ入れて、うれやば、俺死んじゃう、助けて、ああまあまあまあ、でも悪くない、俺にはまだ最強の爪攻撃してとりあえず。うわー結構食らったが、まあまあいいでしょう。こいつもまずは風起こし、テールウィンドウで相手に不利な状況を作りながらフライで一旦逃げます。逃げながら攻撃、そしてフライでもう一度リーフカッターを避けて攻撃、リーフカッター避けます。はなんで避けれてないの。軽量化して、軽量化使うとね攻撃が全部ゼロになります。コストゼロで撃ち放題です。撃ち放題なんでフライで避けて攻撃、フライで避けます。テールウィンドウは大丈夫です。攻撃してもうフライで避けちゃう、すべて避けちゃう。でくん、あーまずいですねそれ、あーまずいですね。あーまあまあまあいいでしょう。ほれこのキノコのランデブーをポイズンパウンダー、多分こいつ食らうよ。よしよし、これで多分もうね何をせず、よしよし破壊した、いいね強いよねマジでこのキノコ。よし、みんなもう一個卵ゲットしたので開けていきたいと思います。結構いいアイテムというかモンスター、可愛いモンスター来い。絶対に使わない俺は、お前を絶対に使わない。お、みんなこのピジョットみたいなやつ進化できるみたいなんで進化させていきたいなと思う。多分これが最終進化になるんじゃないかな。来たよ、一つ目の最初に、かっけー超かっこいいやん。はいいんですか、こんなにかっこいいキャラいただいても。みんなこいつ進化させるは嫌だけど、嫌だけど俺こいつの進化見るわ。おわ使います。ね、非常に俺は好きです。たこ焼きとか大好きなんで、このキャラクターは好きになりました僕。お、みんなこのロックリーからお坊さんになったやつ、さらに最終進化かな、3段階しか多分ないと思うから、最終進化来たよ、かっこよくなってね。おどんどん置いていくんよどんどん置いていくんですけど、この子たち。いや最初のロックリーが良かったな。よし、じゃあ俺の一押しのこの子、もうおそらく進化、最終進化していきたいと思います。これはね絶対かっこいい、スリムになると思う俺は、スリム。おおあでも今までで一番かっこいいわ、今までの進化の中で一番好き。じゃあみんなこいつも最終進化させていきたいと思います。さあどんな顔になるんだ。こいつはねヒードラみたいになるんじゃないか、かっこいい。あーなんでワンワンって言った今犬なん君。じゃあ次この子も進化させていきたいなと思います。さあどうなるんだ。これはでもラプラスみたいな、あああでもなんか御三家の最終進化みたいな、ちょっとかっこいいかもしれんないこれ。よし、じゃあみんなこの一番最初に手に入れたこのキャラクターも最終進化させていきたいと思います。これはねギャラドスになってほしい俺は。ギャラドスうわめっちゃかっこいいやん、めっちゃかっこいいやんこれ。うわしかもなんかスキンか、うわスキン変えたら超かっこいいやん。
うわでもちょっと金ないな今のは。超かっこいいぞみんなこのキャラクター。後ろからも見れるのがね非常にいい作り込みされてる。よしじゃあ皆さん俺のこのパーティーで最後遊んでいきたいと思います。結構強くなったよ。めちゃめちゃ強いと思う俺。このブロンズ3にしてはめっちゃ強いと思う。スキルはまあ普通にまあこいつですね。爪でまあ攻撃したりとか凍ったりとかまあリジェネ回復もありのメテオレインでまあ氷を降らせーので、このポッポの最終形態超かっこいいやつも軽量化するとまあコストが全部ね無料で使えると。これテールウィンドウを使うと強力な風を召喚して 23% 速度が速くなったりもしますと。でこいつはねまあ結構まあ毒やね。毒に特化してるみたいな感じやね。毒とかツタで、まあ、継続ダメージを与えていき、さらにこのお坊さんやったっけ、ちょ忘れちゃうけど、こいつの効果は、まあ、格闘タイプですね。格闘で、まあ、エネルギー増やせたり、まあ、遠距離攻撃もできたり、残りの体力すべてを解放して、まあ、一時的に超絶強くなるけどその後失神しちゃうみたいな、そういうギリギリの戦いもできますこのキャラクターにより。でこのおじいちゃんで体術とかで攻撃するけど受けるダメージを2倍にするけど相手のダメージも2倍にするみたいな感じなんですよ。ガードもできたりとかアクロバティックキックで相手をのしたりもできます。よし最強パーティーでいきたいと思います。さあおそらく君に勝つと俺はシルバーランキングに行きたい。いやでも実力っていうか、まあ、モンスター的には結構俺ねゴールドとも晴れると思うけどな。まずはこいつで凍らせます。おらもう一口が、ね、強いんよ俺は俺しっかりと爪でも攻撃していく。いいねで、リジェネもねこうやって入れていくことで、待って一口メモとかやつ強くね。待ってこいつ回復してるんやけど俺の、はうざすぎる。お前は凍らせる俺激破で君には、俺もモンスターを変えていこう。さあ俺のこのキノコちゃんでまずはツタで継続ダメージを与えていきますこいつに。よしこいつ格闘系やからね。よしよしでポイズンパウンダーでさらに継続ダメージ当てていく。で眠らせることで相手の攻撃を中断させます。それも全て中断。もうめっちゃ強いこいつ飽きた。たこ焼きマンにはまあおそらくねこの風の攻撃が効くでしょう。まずはテイルウィンドでバフをかけます。で逃げます。相手の攻撃をジャンプして逃げます。あなんだこいつディレイかけてくる。ディレイやばい。一回逃げます。うわつっつえ、こいつ。なんなんだ、あの攻撃。めちゃめちゃ強かったぞ、今の。とりあえず、待って、継続ダメージ。継続ダメージして、ちょっと待って、これ眠らせることで、相手の攻撃を、はい、中断。はい、強すぎ。はい、強すぎです。はい、強すぎました。そして、じゃあ次は俺も変えさせてもらおう。名前何やったっけな。ワーゼロで攻撃。まずはキックで大ダメージを与えていく。さらにこれでエネルギー量をチャージ最大まで貯めてキックでワンパンを決めていく強いよな。最後おじいちゃん頼んだぞ。おじいちゃんのミラクルダンスを見つけてきた。ガードダンス、スーサイドダンスをして与えるダメージと攻撃食らうダメージが2倍になっていく。ワンパンチ、おじいちゃん最強おじいちゃんが最強のキャラクターです。